1960年頃の前身の相模屋、本店長生本店鎌倉豆屋は、神奈川県鎌倉市長生にある豆菓子専門店である。季節の豆菓子や月替わりの豆菓子などの創作豆菓子を製造している。主に、鎌倉を中心に、神奈川県内で販売をしている、称号鎌倉豆屋、所在地本社鎌倉市長生2の十四の十六本部、商品センター、 茅ヶ崎市ハギエン1163電話0467570912ファックス0467570910工場茅ヶ崎市ハギエン1270倉庫茅ヶ崎市ハギエン2482鎌倉小町通り店通販事業部茅ヶ崎市南古2の5の6電話0467825402ファックス0467825434 茅ヶ崎事務所茅ヶ崎市斎 Y 町24-3電話0467853020資本金1.000万円代表者桐山明信太役員3名系列会社有限会社東映業務内容商品企画卸事業広告取引銀行三井住友銀行藤沢法人営業部三穂保銀行藤沢支店1954年神奈川県二宮町で 桐山茂が、創業1959年神奈川県茅ヶ崎市に、移転1971年、法人化有限会社相模屋1989年、鎌倉小町通り店開店鎌倉豆屋、商品センター1997年、桐山昭信社長就任2000年鎌倉店を、鎌倉豆屋に、改名2007年鎌倉駅ビル店、 開店2009年、長谷本店開店2011年、株式会社に、組織変更鎌倉豆屋に改名本社を、現在の地に移転小町通り店全面改装2012年、総合横浜店に、オープン2016年商品センターに、移転小町通り店、増称2017年鎌倉駅ビル改装に伴い、新装オープン2019年、小町通り店、 増殖2020年大船ルミネ店、鎌倉長谷本店鎌倉小町通り店市ある、鎌倉店横浜店そごう横浜店内大船、ルミネ店。ありがとうございます。